あれ？こんばんは。今日は何作んだ？チマキング。今日はけんちん汁です。ご飯は炊きますよ。ご飯炊いたか。30分もかからんな。まあな。けんちん汁とかやば。けんちん汁だからな。けんちん汁ってなんかちょっと卑猥だよな。こんばんは。汁物は寒い時期に消化しとかないとね。そうなんですよね。けんちん汁温まるからな。味噌汁をぶんぶんに炒めていいぞ。けんちん汁って何？おかずはチンコ汁。けんちん汁ってなんだろうね。味噌汁のゴロゴロバージョンみたいな。ゴロゴロ具材バージョンかな。今日の怒りの理由を教えてください。どうがいいか。なんか読みなんかね、並びが、文字の並びが。これこの人参です。今日何やろうな。今日なんかあれかな、タオルと一緒に黒のトレーナー洗っちゃったことに怒ってるかもしれんな。ちょっと白いあれがいっぱいついてって感じでですね、あ、まあしょうもない話はさておき。なんでタオルとトレーナー洗ったら怒るの？白いあれ、白いあれがいっぱい使っちゃうからね、ついちゃうからね。あれってネット使ったらさ、つかへんようなのかな。その人参赤すぎない？どうなんでしょうね。これ正月に買った金時人参なんでね。はい、ということで今日はけんちん汁を作っていきたいと思うんですけども、すいません、レシピちょっとさっき見つけたばっかりでまだ何も読んでない。はいはい、汁物だけで24時前までかけるんですかね。だからとりあえず水を出せってことね、豆腐からね。いいね。24時までは書かないよ絶対。今日も10時で終わるから、もうこれはね切実に。予告から開始が随分早いと思ったよ。汁物は安泰やな。せやろ。なんで配信立てる前に見ないの？チンチン汁？なんで？ちょっと急いでたからな。ご飯は？ご飯今からね、炊かせていただきます。10時かあと13時間あるね。朝じゃないよ。帰りの電車でレシピしっかり読み込め。ああ、そうなんですよね。その帰りの電車とかでね、いつも探してるんですけどね、レシピは。なんかいかんせんな。いかんせんちょっとね、いかんせん、シャドーバースやっちゃうもんで。車通勤しないの？いや、車通勤できるようなとこじゃないんでね。今日は時間通り始められたみたいやな。そうです。やるやる50点。お前がいつもトンネル切断してるプレイヤーか。そうノーコンテストにするやつ。どうしてゲーム配信しないんですか？まだやります。やりますよ。いやもうネット回線引いたらやりますからね。早く料理して、リラちゃんと紫優がナーフされること。料理やってんだよ今。ああ、そうね。なんかシャドーバースもね、ナーフをするのであれば、もうね、そんなちゃんとテストプレイしてんのかなって思うよね。光の金剣汁って何かエロいですね。お茶バレ。金剣汁ですよ。チマキングを入れ。何時に帰ってきたの？時間前ぐらいかな。早く料理して。してんだよ。なんか配信前に終わらせて。そう、洗い物ね。そう極力ね、洗い物は終わらすつもりなんですけどね。捨ててるんですけどね。
イカリのチンチン汁って料理なの？お湯で洗ってるの？チンチン汁です。1時間何してたの？お湯です。え、ちょっとごめんなさい、千鳥の愛席食堂を見てました。なあ、真面目に料理作ってくれないか。やってんだよな毎日。ああ速攻全艦宅始める。よいしょ炊き始める。バンチバンチ、わら。バンチバンチ。流しの上にある食器って朝のか？米炊いた？そうだね。足明け早々4日連続で釘が昨日のやつだね。だるい。なんか最近さ、配信終わった後さ、この洗い物がしんどすぎてさ、できへん時あんねんけど、次の日とかにやってんねんけど、それってどうなんかな、あんま良くないんかな、やっぱり。なんか朝起きたらもう、うわーっエビチリの匂いで起きるみたいなことがよくあって、この前なんか。もう10日経つんだけど、何100日休んだんだ。洗い物は溜めるなくってすぐ洗え、汚い。やっぱすぐか。早く料理して早く寝て。ご飯の茶碗とかこびりつくよね。水につけておけば何でも OK って考え。そうそうそう、そうか。だから最悪どんだけ疲れてても水にさえつけとけば大丈夫か。水は匂いがやばい。食器洗浄機かえ。あ、食洗機な、確かにな。骨の取り方相変わらず下手だな。お釜で洗うとお釜ダメになっちゃうよ。ああ、そうか。溜めると水垢でインスタ映えしなくなるぞ。ああ、そうか。食洗機な。食洗機ってでも鍋とか洗われへんやろ。その鍋二つとかさ。見てたんだし今さらかん。まあ別の意味でな。まだ水に持ってるやんけ。わら、なんで水出しっぱで米券がないんだ。もう何か食べた跡がありますが、わら。いや、これは昨日のやつですよ。昨日の料理は美味しそうでしたね。白いご飯に梅干しは最上。米の取り方が天王寺料理店のアライグマより下手ですね。ダメじゃん。それに綿棒でガシガシやってたけど無事だった。アライグマより下手には草。水は完全に透き通るまで研いじゃダメだぞ。あ、そうなん。あ、そうだよね。透明になったらダメだよな、あれ。多分栄養素とか抜けてんちゃうかな、きっと。別にどっちでもいいよ、わら。昨日の料理は逆転つけたいです。シンプルイズベスト。髪の毛も抜けちゃえ。夢精米。ああもうね、確かにな。もうなんか無洗米に慣れてたからな。そうそう、研ぐっていう研ぎ方を知らんねんな。だからちょっとこれ、ちょっと押しながらちょっとこう。ブリ大根に米の研ぎ汁入れるタイプですか。ああ、なんかね、キッチンペタ男入れる。普通らしいね、あれね。これでちょっと水出します。切ってこうか。これは母親の形見です。今日はちょっと冷蔵庫の具材めちゃめちゃ余っとるから全部入れたろうかな。この服どっち？中の服？中の服はあれ、あれだよ。あれですよ。ユニクロですけど。よいしょ。人参は
3から4センチ幅のいちょう切りにする。アイアンマン靴下大事にしてね。アイアンマン履いていったよ。実家帰るときアイアンマン履いて帰ったよ。ユニクロどこやろな。ユニクロ買うときオンラインショップ使うからな。グーグルって言ったらこれ教えてくれるのかな。チマクロはビラしか売ってないもん。チマクロはユニクロより島村。いちょう切りってそういうことか。島村ね、島村な。おちんちん汁と聞いて。けんちん汁です。 H&M でいいじゃん。いや俺 H&M な1回ぐらい行ったことあるか、2回ぐらいあるか。 H&M って試着できへんやったっけ。確かブランドあるだけよくね。ノーブランドばっかだわ。なんか H&M 行った時前なんか試着させてくれへんくて、なんやこの服やと思って。 H&M 試着できるけど。マジで俺やから俺やからさせてくれんかったかな。あみなりが汚かったのでは。試着できないものもあるけどできるぞ。普通ちまきだから虎の顔ある服着ないの。何虎の顔ってわら。 H&M の服洗濯一回だけでほつれまくるからあかん。なんかやっぱな、なんなん H&M ってさ、そんな行きたい。けんちん汁はなんか味噌汁みたいなやつですね。そんな行きたがる？嫉妬してんぜ、わら。そんなさ、戦艦さんはどこから何着持ってるの？うどん入れてけんちんうどん。僕意外と服がいっぱいあるんですよ。いやいやいや。モンクルのダウンジャケ買えばいいよ。M&MS、チョコ？味噌汁みたいなやつなら1時間かかりませんよね。まあね。デザイン重視の使い捨てファストファッションだからな。あそこ、あ、そういうことな。デザイン重視の使い捨てなんや。あ、そういうことなんや。そういったら納得やな。え、いちょう切りって合ってる？ホモ&マゾ、けんちん汁だけってことはないですよね。ええ、けんちん汁と米です。そのまな板全然滑り止め機能してないね。そうなんですよ。グリップ力ゼロだよ。コメントかぶってる。わら、超キリ。H&M が同じモデルの服1回しか出荷しないらしいぞ。あ、そうなん。じゃあ H&M ってさ、どういう層が行くの？あれって。H&M ってウィゴーみたいな感じ？ウィゴー？え、ウィゴー？ウィゴー？あのなんか原宿系のさ、どっちあれ？H&M とか。どうなんやろうな。ホモでマゾが行く。あ、そうな。ホモ御用達な。ホットモットの話してへんで。ご飯とお米とかちょっとおかしくない？もう一品作ろうよ、どうせすぐできるだろうし。いやいやいや、いやいやいや、ちまき配信をご存知でしょう。ちまきからばかり見てるアホ大学生が H&M によくいるよね。あー、いや、なんと、なんや、H&M、なんかでもチャチそうやもんな。ちょっとあんま言ったらあかんけど、そういうの H&M 着てるかと、すいません。 H&M で買うんやったらユニクロで買った方がいいんちゃうかな。ホモ&マゾ、塩握りとけんちん汁いいぞ。あとおしんこも。あ、おしんこね。マックハウス
水槽。マックスサイズ。岸和田にね、あのマックスサイズっていう店あるんですけど、多分チャン店やと思うんですけど、なんか一回ね、そのどんな服売ってんやろうと思って行ったらね、店員にめっちゃ怒られたの覚えてるわ。なんか冷やかしてきてんですかみたいな感じでめっちゃ怒られたの覚えてるわ。ちゃんだよ、袋ぶら下げ。あ、そういうこと。スタバみたいなもん。それまずアンドまずね。スタバみたいなもんか。スタバのなんていうの、あの飲み物おしゃれみたいな。そういえば島村がスマホアプリで服の取り置きできるようになるって、何をしたらそうなるんだ。やっぱそういう街住んでるのか。なんでこの人参赤いの。なんでこの人参赤いの。金時人参だからだよ。いや、普段からね、肩破れてる服着てないから。当てれてんのか、やっぱり、人参が。こんなに人参食えるか、俺。薬食用で赤く染めてます。血が出てるけど大丈夫？え？人気が起こってると聞いて、はい。全館陽介のライブキッチン、人参照れてるとかなん頭おかしいこと言ってんだ。厳しすぎ。いやーもうなんかあれだな。なんかそんなに人参入れるの？いやなんか人参があったから入れようかなと思って。でも人参ってでもそう腐らんやな。研究汁になりそうだな。わら、ちまきは運分くらい食うからな。そうそう、まあ、つくおき、今時の話題。いや、ダブル昆布だしだとすぐ腐るべ。わら、あ、そうなん。人参、わら、昆布だしだからとかあんの。なんで人参そんなに切って入れるんですか。そこに人参があったからさ。研究何人分作るの。ちまきさんっていうのが一番生きがいで趣味なの。あったからじゃなくてそのように研究してるんだぞ。料理がいい、え、何が生きがいって何やろな。やっぱりお前は玉入れの回し物か。何やろな。じゃあ今ほんまになんか生きがいがないかもしれへんな。なんか確かになんか目標とかなんかないな。あれ嫌い。どうした俺。最近なんか目の前の仕事を片付けるだけの仕事ね、人間になってしまった。悲しいな。こんな大人にはなりたくなかった。バイトか。そうですね。いやでもそれはあれやん。配信はまあ楽しみやん。ただの、ただのというか楽しみの一つやん。生きがいって考えると思う。なんやろうな。目標がなくても配信をみんなに提供してるんだから大したもんだよ。BGM にぴったりな話題だな。どこがこれそうなん？大根やわやわ。大丈夫これ。大丈夫か。大根の一応切りってどうやってやんねん。一緒かな。すぐ叶う。あ、でも家とか、そうか、ペット。デコンはでかペットとかね。ありじゃないとあかんもんな。デーコン、デーコン。悟空みたいな言い方。してくれるか。してくれるのかな。あ、一回切ってまた戻すわけか。あ、はい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 。はい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 。そういうことか。なるほどね。鳥類と虫類はオッケーじゃないの？あ、虫どうなんかな。虫は微妙いな。あ、虫はいけるか。ちまちゃま。鳥はあかんな。こんばんは。鳥はダメだよね。ああ、しまった。切ってからやからめっちゃ皮が。大阪だから味噌は白なんでしょ。わかってる。魚類も。そうそうそう。
魚類ね、熱帯魚とかね。いや、猫、猫飼いたいな、本当に。猫、猫ね。でも俺、なんか、生物の死と俺向き合われへんかもしれんからやめとこう。悲しい。悲しいよ。なんで食用？韓国の田舎の方のやつやんけ、それ。猫より犬がいいぞ。残飯を勝手に片付けてくれる。人生が居住 OK だったんだし、猫とか犬ぐらいならいけるんじゃね、うん、大根の皮も剥けない社会人、その日で剃りよく切れるよね。ちまきの顔見たら猫が腰を抜かす。ヒカキンと同じ猫飼って、ほら猫これな食べなさいよーってな、こういうな。わらあかんあかん。男性が猫とか飼えんのかな、正直言って。虐待、虐待じゃないから。猫飼ったらさくらちゃんって名前つけてください。なんかどっかで聞いたことあるぞ。切って今動物に適当な飯食わせてるのを配信とか動画で流すとすぐに炎上するらしいぞ。そうなんや。あ、でもこの間あったよな、なんかハムスターをなんかさ、ハムスターにコーラとかあげてるわけわからんおっさんがテレビに出てた、この前。猫飼って、同じ料理人配信のトミックも猫2匹飼ってるやん。もえちゃんやん。あー、あれ不衛生やでな。正直あれ大丈夫な。そう、 G は飼いたくないな。西成の公園、三角公園かな。さくらちゃんのいちごハウスにうんちした配信者がおるらしいぞ。青猫を飼うの？何言ってるんだ貴様。こうか。あ、なるほどね。これたら一応切りがすぐできるわ。あ、あの人不衛生。なんか顔がにちょっと苦手やわ。なんか。なんか苦手な顔ってあるよね。なんか嫌いじゃないけどさ、全然。ちょっと生理的にみたいな。そう、会社でもおるわ。なんか。鏡見て言って普通やのに、セリとか普通、まあ一般的な人間やねんけど、まあ俺もそう思われてるかもしれんけどね。キッチンでいろんな薬剤に食材つけたりする動画あげてるし、あのキッチンがやべえだろ。猫が乱入してくるように最近なんか視聴者数稼げますよ、買いましょうよ。寄生虫とかがすごいよね。脳ガキはいいからさっさと切ってくれますか。ごめんなさい、脳ガキ。ああ、そう、あれじゃん、気まぐれさんじゃん。食べ物すする人とか。俺じゃねえか、俺か、俺なんか。脳ガキは笑った。そう、よいしょ。あ、なんかこれ包丁の入れ方がまずいんかな、なんか。よいしょ、よし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 。うわー、これも…すみません、これ一人前ですよね。え、え、大根も多いな、わら、え、わら。え、これどうしよう、けんちん汁とカレーとかにする？30分も遅れて見に来たから、もっと進んでると思ったけど全然進んでない。まだ人参と大根切っただけやで。わら、この前飲食店で隣の人がハンバーグとお米吸いながら食べていて、先生のことを思い出しました。俺がやったかもしれない。腹が膨れないぞ。人参と大根切るのに30分。カレーに大根を入れるの？カレーに大根、巨人の一人前かな。人参と大根で30分。わらわら、4日走るもの困らないな。どこ行った？さすぎに時間かけすぎですな。よいしょ、さすぎに。戦艦さんは配信で料理してるけど、別の部屋で力士さんが同居してるから仕方ないんだ。そう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 、ちまき部屋、ちまきの片親方、ん？肩が2回出てきた。あ、なんか皿がな、いい感じの皿ないかな。大きさだと人参先に10分煮ないとあかんぞ。青猫配信で勉強し
しようとは思わないんですかね。ちまきまき親方。ちまきまき親方。よいしょ。続きまして、続きまして、願いましては、ごぼうのささがき。部屋全体に流れてるの。後ろの女性も暇そうにしてること多いし、猫飼ってあげるのも良いのではないでしょうか。ああ、猫ね。ちまきは警告しても見ないぞ。お、なんかわけわからん。あ、やば。ああ。どうなってんだよ。エッチだ。それ一昨日のごぼうポテトフライの残り、ごぼうはちまきさんのちょめちょめですか。いや、ごぼうは里芋入れますか。里芋うまいよね。フライズボンに入れろ、バカが。よいしょ。そもそも名前出されて少し気まずそうな空気出してるの理解してやれ、わらわら。よいしょ。そのこんにゃくの真ん中に切れ目入れてぬるま湯で温めるんだ。それはオナホ男爵じゃないか。男爵の配信知ってるってことは惚れてるな。キッチンジェマ、わら。ケンチン汁ですよ。こりゃ1時間かかりますね。まあね、2時間ですけどね。キッチン汁、久しぶりにごぼうペラして。やってない。よくやってくれ、わら。ささがきは、けんちんだけ。危ないな、でもこれ。え、ダブル肉たくさん削ってるな。うん、わらわら、親指切りそうで怖い。わら、サバイバル訓練ですか。もっとゆっくりでいいよ。わら、ずいぶん暑いですね。楽しそうだね。手食ってるように見えて微妙な感じが好感持てます。得意のピーラー使えや。テクニカルすぎてキモい。鉛筆削りですか。鉛筆みたいになってきたな。鉛筆削りですか。鉛筆削りです。よし、鉛筆、わら。まあこんなもんでしょう。もしかして鉛筆削りだったりする。わら、もしかして。違う。鉛筆食べるんですか。もっとこれ細く薄くていいんか。これささがき、重曹入れていいの、こいつに。うわ、なんか木ぐらい太かったぞ今。寝る前にやりたいことあるので、あと30分で完成させて。じゃあもうこれもうあれやん、木やん。わら、それをジャングルに仕掛けるんですね。知ってます。元グリーンベレーですしね。ごぼうは土臭さ少し残した方がうまいぞ。あっつい。
なんでごぼうはそんな存在な扱いなんですか。ちまきにできないこと言わないで。わら、俺たいだ。ピーラーでやった方がマシマである。そのごぼうでお釈迦様作って。え、あ、こう飛ばした方が早いんちゃうか、もしかして。お前いつ包丁さばきうまくなるんだよ。わら、ダブルやっつけ仕事、ダブルだから何人分だよ。わら、ダブル危ねえ。わら、刀削麺方式でな。食材で遊ぶなって。中華一番みたいに食材飛ばして、そのうち指飛んでくぞ。危ねえな。おい、カメラが被弾してるぞ。わら、え、カメラが。慣れてる人は空中でやるぞ。メインカメラがやられただけだ。離れてる人なのか。刀削麺作ってるんですか。刀削麺、あ、こいつらどうしよう。慣れてない人でーす。わらわら、味見して。いや、これはあれちゃうか、かゆかゆかゆなんちゃう。ここはね、ごぼうってかゆくなるの。いや、かゆくなんちゃうかな。アナルに突っ込んでおけよ。里芋はかゆくなる。里芋はね、かゆくなる。素手で触って大丈夫なの。いや、確かに。よし、OK。あれは本当に悲惨やったからな。これでちょっと悪を抜いていきます。松井とごぼうって似てる。松井、そのごぼうきつくね。大丈夫、全然 OK じゃないけん。大丈夫って。わら、足りないの。ザルありますよ。え？なんて、唐辛子触って手でチンコいじって、いや、それじゃないと思うで、それ。それちゃうと思う。ザラありますよ。ザラじゃない。あ、ザラで服買う人ってさ、すごいよね。なんか、俺なんか一つも買ったことない、ザラで。なんかもう、奇抜すぎてね。ちょっとその世界ちゃうんやろな。戦艦は川で守られてるから触っても害ないだろ。え？あ、それ大阪の検診って確かスクワブが入りますよね。ん？ちくわぶ？いや、入れへんな。いや、なんか大阪ってまずちくわぶ食う文化ないと思うで。コンビニのおでんとかもちくわぶとか、あれ？あんま見たことないで。新潟限定でしたっけ？わら、最近寒いから息子が川にくるまって出てこねえ。みんなも同じだよな。大阪だけど山のものがおるかもしれない。そうなんですよ。こんにゃく、あ、こんにゃくって洗うもん。クワブが全国区だと勘違いしてるやつは多い。そうやんな。
10分経過。これをスプーンでちぎって、そのまま入れよう。スプーンでちぎって、塩少々をもみ水洗いすると。ですか。高槻だけどちくわぶくはない。あー、高槻食わへんよな。まず大阪に住んでたらちくわ食わんよな、マジで。これどうやってちぎるの。インドネシアだけどちくわぶは食わないな。それ食わんわな。インドネシアはエスニック料理ばっか食ってんじゃん。手でちぎりなよ。けんちんでちぎるのか。大阪って日本で一番特殊なとこだと思ってます。まあね、確かにね、食文化もちょっと違うもんな、他府県と。あの高槻と大阪市一緒にしないでもらえます。確かに高槻はほんま金持ちが住んでる店やから、店じゃないわ、地域やから。日本じゃねえから。僕は戦艦が日本で一番特殊だと思っています。いやいやいや、もっとおるから、ひどい人おるから。新しいスクリーンショットがあります。お好み焼きでたこ焼き食うんだろう、大阪って。最初から卵買ってこい。それでスプーン曲げ挑戦して。ユリゲラが一番特殊だよな。ちょっと多いかもしれない。でかいかもしれない。特殊な町から出てきちゃった特殊なチンパンジー。料理もできるチンパンジー。まあいいか。これをパパって入れたいと思います。ちょっとでかいか。くそ。遊んだことはね。チンパンジーが一生懸命料理してるって思ったら応援したくなってきた。チンパンジーじゃないんだよな。おいで。なんか落ちる。あれか、大根の皮が全部地面に落ちる。じゃあで、あ、塩洗いせなあかんか。動物園みたいな過剰な演出もナレーションもないし、安心して笑えるよな。志村動物園最近見てないな。パン君、カメラ背けても映ってますよ。あら、マジで。レイダブルレイ、なんか配信開始時に22時には完成するって言っていたけど幻聴でしたね。ほとんどしらけてるけどな。よいしょ。そうなんや。志村動物園。あ、炊けたよ。あ、炊けた。パン君に対抗して戦君でいいのかな。まだ材料切っただけ。わら。マジか。おちん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 。霊長類最弱の料理人戦艦。吉田沙保里。吉田沙保里引退したな。ほんま。お疲れ様と言ってあげたい。しないけど、スーパードッグじゃなくてスーパーチンパンジーだこや。わら、そういえばそんなニュースあったね。人間引退して何になったの。違う、女現役引退。戦艦先生の引退試合はいつですか。ちまきさん、引退しませんか。のことどう思ってるんですか。志村動物園のリスナーさんは、リスナーさん大事なリスナーさんって。今日は生の人参と大根とこんにゃくです。こんにゃくは湯通しした方が臭み抜けないか。ああ、そうやんな。なんか、いや、どうなんやろ。塩もみって書いてるからな。生涯現役ですか。
コメントしかしないクソ友って思ってないですか？思ったことないですよ。あとあれか、ごま油で炒めて、しょうもない現役の間違いやろ。 味整えたらいいんかな。やってありますよ、今回も。よいしょ。女も何もね、大事なね、リスナーさんですからね。はい。で、ごめんね、すみませんでした。あ、ちょっとなんか他にも入れていいんじゃんかな、なんかあまりも。あ、椎茸入れるか。椎茸入れよう。一瞬沈黙した時点で答えは出てるんだよな。妥協するのか。いや、出来上がりが楽しみですね。本当にね。妥協するとか舐めてんのか。ん？何でもかんでも入れればいいと思うなよ。でも椎茸絶対うまいやん。入れた方がうまいよな。椎茸って、わ、最強やから。今日は80点くらいいくやろ。椎茸はもうあれやね、そんなちょっと濡れ布巾で拭くぐらいでいいんですよね。洗っちゃダメっていう、なんか教わった。こんなんで汚れ取れんのか。物は汚れてないんか、椎茸って。ちまきさんもうペーパー10枚目ですよ。まだ切ってるんか、かしこまりましたな。検診なんて失敗するところがないもんね。椎茸入れるの？どうせ人を寿司汚れてても構わんだろ。あ、その理論か。まあ、それ間違ってないと思うけど。今日干し椎茸と高野豆腐の煮物作りましたが、美味しかったですよ。最高じゃん。なんで？ああ、それうまいよね、高野豆腐。いや、もうしばらく食ってないな。切り方で入れるか。そっか。え、細切りの方が良かったですか、薄切りの方が良かったですか。大阪だけだから、わら。まあいいか。よし、炒めようか。炒めれるかな。じゃあ2個でいくか。2個作ったんやな、その鍋。どうせ2口コンロあるんやから、 こうやったらいいんやな。だからその手があったか。あ、そこはちょっと盲点。うさやってください。1個中華鍋でいきますか。鍋&鍋でいきたい。これがこうやってやな。ガタ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 って。その手があったか。これは見ものですね。こうや。で、だから、鍋にごま油を中火で熱して、豆腐以外の、材料を入れて、油がとなまるまで炒める。で、A を加え、煮立ったらアクを取り、蓋をして10分ほど煮ると。で、最後に豆腐を入れる感じかな。で、最後に小ネギを散らして終わりと。はいはい。こっちに油し。やばい、ごま油ないやん。お？嘘だろ？
なんか大概…コメントがありますか？コメントが止まった。わら、諦めますか？わら。オリーブオイルで代用だ。香りと香りの殴り合いや。おっしゃ。皆さんはサラダ油にしてくださいね。この方は特殊なのです。特殊な訓練を受けております。人間のチンパンジーやぞ。ああ、いや、今中火でやってます。焦げるぞ。なんかさっきから出ていくな、お前ら。やばい、焦げている、焦げて始めている。香ばしい匂いしてる。すいません、すいません、ちょっとコメントが、すいません。味付けは？あ、ここで入れるのか。ここで水、本だし、中火弱火
薄口醤油、みりん、もちろん入れすぎや。水と本出し入れるのか。水。6年ぐらい。本出し。本出し。あーちょっとアゴだし使っちゃおうかな。焼きアゴだし。うせえ。大阪の人です。強火で発熱すごいから揺れします。肉の味変えて。よし、こんなもんかな。すごい油浮いてそう。岸和田の人がアゴとは言ったよ。ゴゴ適当すぎん。まあでもだしなんでね、大体こんなもんでしょ。醤油と白だしにパターンでいきましょう。あー、白だし入れたらうまいよな。けんちん汁ですけども、おー、醤油、みりん、塩。なるほど。今日はマイナスはなさそうね。今日はないやろ。今日はないでしょ。片方味噌ベースにしろ。あ、それいいかもね。味噌ベースでいいな。で、これでね、ちょっとあの、この後ちょっとね、ある程度やっていきたいと思います。10分ぐらいやりたいと思います。え、そこに鍋が2つあったら。里芋？あ、里芋な。冷凍の里芋はあんねんけどね。けんちん汁ってでも里芋入ってるよな、イメージ的に。炊き出し用でしょ。そうそうそう、配り用。鍋蜜にしたら2倍早くできるっていう発想で蜜になった。里芋がやっぱいるのか。エビグラタンやってあるけど。アイスの実みたいに。けんちん汁と豚汁、なんやろうな。豚汁は豚が入ってて。けんちん汁は。なんやろ。え、その違いとかあんの？豚が入ってないだけとかじゃないの？ケンチンって。ケンチンって何？ダメだこりゃ。火強いな。弱めにしてるつもりが。怒りのチンジルとか怖いっすね。ケンチン。始まりは精進料理です。あ、そうなん。使いません。あ、そうなんや。だから。同様ね、野菜、イカ焼く。なるほどね。そういうことなんや。ああ、そういうことか。
精進料理なんやな。へえ。精進しろよ。その精進じゃないと思うけど。今ならガチで怒る。お前が精進しろ。今なら献身でいるとぶっ。オール巨人。作れるということか。君ね、君ね、やりすぎって言われそう。元々が精進料理なので、豚肉やカツオだしは用いずに、昆布や椎茸からだけ取ります。いかやく。え、じゃあ、俺もうアゴだし使ったからもう終わりやん。飛び魚。しまった。そういうことか。だから昆布だしで飛んねや。じゃあこのレシピ間違ってるってことやな。昆布だし、昆布だし使ってるし。え、けんちん汁。おい、煮立ってるぞ。ジャパニーズけんちんスープ。今からあごだし抜こう。無理。え、あごだし抜く？天津汁にアゴ出しって意識高いことやろうとするから。しまった。アゴ出しがそこにあったので。これ理由なってないな、さっきから。カレーじゃなかったの？ああ、カレーにしたってもいいけどな、こっち。片方ね。天津汁さんを救え。ブーンって言ってんだけど。シチューにならない豚汁と天津汁の違いとは、一言で違いを挙げると、違いはたった一つ、肉と豆腐の有無だけなんです。ああ、畑の肉。本だしの代わりにアゴだし入れて、ごま油の代わりにオリーブオイルでしょ。もうこれなんなの。アゴだしってその他の雑煮に使うってうちで見た。しまきオリジナルけんちん汁ですけど。ちまき汁、豚汁は味噌、けんちん汁は醤油。あ、そういう違いもあるよね。確かにな、これ味噌入れへんもんな。もう全員でアゴが入ってるからって理由でマイナス1点にします。マイナス、マイナス1はないなって言ってたやつ誰だよ今日。味噌と生姜入れよう。もう違うもんやん。あ、やばい、アクを、アクを取らないと。お前らこれが岸和田汁や、覚えておけ。岸和田汁や。誤って、予定とは違うもの作ったら減点されちゃうよな。80点は硬いな。矢印レギュレーション違反によりマイナス1。これが一番早いと思います。アクってさ、アク取り、アク取りどっか行ったんですよね。引っ越す前はあったのによ。引っ越したらねえし。引っ越し業者盗んだやろ絶対。茶こしでもいいかな。これ誰やろ。アート引っ越しセンターです。で、開く、え、おいおい、早速引けんのやめてくれよ。123、あー、やっちゃった。石田康氏ならレスリング技で懲らしめる。石田康氏ならな。圧力かけないの。圧力はかけんでもいいんちゃうかな。アートは一番ダメな業者やぞ。マジなん。昨日は早めに作るって言ってたよな。また中火になってるよ。ダブル気をつけて。笑ダブル。よっしゃー、炊けた。炊けた、できた。できてはないのか。ここで味付けしないといけない。味付けするときは火を消す。
っていらんだろ。それがわな、わら、大田ダブル大田、わら、堺引っ越しセンターも東岸和田に会社ある。あー、堺あるね。パンダのマークの。言動やばいな、この人。申し訳ございません。ちょっと、慣れないもので。不器用なもんで。あ、やばい。蓋をして10分って書いてたけど、蓋を開けて10分してしまったんだが。やべえ。許さねえぞ。もうちょっとだけ加熱して、させて。不器用で許されるのはイケメンだけ。確かにな。手押しぐらいやな。で、これ何汁ですか？これけんちん汁です。サイズが合わん。ご飯とけんちん汁と何あるの？これは岸和田汁と言います。でもアゴだし使いましたよね。松屋の豚汁より美味しくできた、チン汁。わら、アゴ入ってるから豚汁でいいよ。なんで今日顔出してるの？けんちん汁。顔出してないですよ。教えて。なんだこれは。よし、これで火を入れて、あ、先にあれ作ってた方がいいかな。またか。なんで全裸？裸に見えてた。あー、ちょっと待って。危ない危ない危ない。誰かと一緒に食べるの？ボルン島だ。捕まえろ。だって案外ぴったりのないよな。そう。さ、醤油とみりんね。醤油とみりん。醤油とみりんのケースと味噌で味付けるケースでもいいかもしれない。すいません、失礼しました。お、豆腐がこんな形になっとる。え？そうか、これ絹か。2倍にします。黒い鍋の方豆腐少ないんじゃ。いや、豆腐2倍にします。今日は黒魔術の儀式をしてるんですか？そうです。よし、できた。こんばんは。これちょっとだけ煮ます。煮立ちます。てか味見せ。てか味付け全くしてへんやろ。何終わろうとしてんねん。
店の方に入らせていただきます。待て。すげえようだな、みりん。なんでそんなに作っちゃったの？お餅が入ったってことはお雑煮ですか？お雑煮ではないですよ。テイスティングしてや。味見して。いい。ちょっと待ってな。最近こっちは出来上がるから。信頼の目分量。普通にうまそうだな。わらわら。そうでしょ。何？大根かな？大根。だが鼻くそ入りである。マイナス1をマイナス1してさらにマイナス1するといくつ？うどん入れないの？沸騰させすぎ。ごぼうは？ごぼう汁じゃん、これ。止めるってさっき言ってなかったか？まずいんだろ。ごぼう汁だ、これは。微妙な反応が全てを物語ってる。お玉でかすぎない？わらわら、あごごぼう汁。味しねえ。しゃぶれよ。豚肉入れた？三角コーナーにも見つけちゃいますか？あ、アホ。胡椒をこう開けるやつがおるか。こうだ。シナモン入れましょう。胡椒、わらわら、ダブル。そんなにぶっこんで大丈夫か？適当に入れ始めた。今日の残飯は大量ですね。胡椒、山椒入れときましょう。和食に胡椒ってなんだよ。ポルトガル貿易かよ。何人分作ってるんだ。あ、いいわ。隠し味にうんこ入れましょう。ああ、これは責任食いで全部処理しなきゃな。けんちん汁に胡椒って初めて見た。味付け失敗してもバックアップあるから余裕だな。オッケーオッケー、バックアップあるから。こいつはゲージだ。バックアップじゃないで、これはもうストライピングだよ。ミラーリングしてやるから。けんちん汁って豚汁とは違うの？ちょっと待って、これまさかやけど、里芋が凍ってないか、まだ。まあいいや、これお楽しみにしてこ。片方味噌で片方醤油にしよう。よし、こっちはもう完成です。 OK です。こっちちょっと味噌で。天山さんって味オンチ？いや、味オンチじゃない、味うまい。なんていうの、味が舌超えてるから。最近の市販の味噌はね、だしが入ってるから。これでいいんですよ。お出汁寝かせば良くなる可能性。美食とかご冗談を。すごい丁寧に下ごしらえするんだね。きっとエッチの時も丁寧なんだろうね。どことつながった今その話。レアート配信者が視聴者からタイトル「ザ・エッド・レイの料理人」をもらいました。レイドゼロってなんだ。レイドゼロやめてくれ。ミラーリングじゃねえか。あ、うん。あ、えんちゃうか。あ、でもこっちもごぼう汁やな、ただの。ごぼうが全面に出てくるな。ちょっと醤油みりんで味を整えつつ。完成です。素直に豚汁にしとけば両方味違うの？けんちん汁です。こっちは味噌で、こっちは醤油とみりんと胡椒と塩で味付けします。では採点の方に入らせていただきます。
さて、あれ、おいおい、ピンクソルトの蓋どこ行ってん。おい、ちょっと具がでかくない？どこ行った？今日は高得点が期待できそうです。もらえると思ってんの？フラグフラグ。え、ちょっとピンクソルトの蓋ちょっと、え、マジで？今日は早くできたね。前か。現金自由じゃなくて豚汁やが、今日はポイント2倍の日です。はい、ピンクソルト何に振るの？こいつに入れましたけど。あ、もうなんかこ、どうやって食おうかな。なんかもうこれとかにブワーってこう、あ、やめ、やめとくか。洗面器で食うな、よくないな。あ、これに、ピンサロじゃないよ、ご飯にぶっかけて。こうしようか。見た目も盛り付けも大事やぞ。盛り付け大事、盛り付け大臣。洗面器をインスタにあげるのさ。ネギある？どんじゃん。あ、ネギあるよ。ネギ切りましょうか。え、ここで食べるの？一緒に食べる人は？盛り付けがいい。一人で組んでるアクアパッツァもな。犬の餌みたいな出され方出されても点は低いぞ。あ、ちょっと豆腐があるやな。自由だね。そんなに食えるのか？量がいつも多い。汁なしけんちん汁一丁上がり。わら、アクアパッツァ一人でって。マジ？そんなよそったら食べきれないよ。アクアパッツァの回を見てね。俺も画面の前で一緒に食べて。いい？一人が趣味の人だから。よし。けんちんなのに汁が。まあ、あとこっちもあるしな。こっちも入れちゃって。じゃあもうゆっくり食べよう、ね、緑が足りねえ。七味入れて。見栄え悪い。まあ見た目はうまそうではある。なんか豆腐が崩れちゃったところがちょっとマイナス点かもしれない。だからけんちん汁じゃないですよ。混ぜるな。わら、もったいないな。味噌もちょっとは食べて。それにうどん入れるの？いや、これ、いや、うどんはいいかな。これにうどん絶対入らへんしな。七味とかないの？いや、ネギを最後ね、振りかけようとしてますよ。見た目は完全に豚汁。あ、お餅入れますか？お餅はもうねえ。絶対残すなよ。捨てたんですか？持ってきたら確かにうまそう。容器の鶏ガラスープもあるやん。これわかってるね。アクアパッツァみたい。わら、これいくら？レアモンスターの里芋とエンカウントできるかな。お前な。半々で食べれば感想言えるのに。レアどころじゃないぞ。わら、確実に食べきれる分だけ持った方がいいよ。アクアパッチャって名前はおしゃれだけど、 あんまり美味しくできない。難しいよな。餅はどうやって食べたの？餅はね、なんか焼いた。焼いて、次の日は雑煮に入れて、鈴木山も焼いてくった。ペーパー20枚超えましたよ。ペーパーカウンターがいるね。餅は捨てた。あんなに邪魔くさくて面倒くさかったお餅さんもいなくなると冷蔵庫開けや何もあらしな。いかやく。ネギが。今気づいたけど今日は複雑風のシックか。白身魚に上手に味が移らないんだよね。あ、包丁洗ったのに。仕方ない。1時間半かかっちゃうね。そうね。パリピですよね。今日の豚汁は40点な。よいしょ。体が重たい。もう眠いんじゃないの？体が動かん。一
1時間は早い方ですよ。マイナス逆。バーチャル YouTuber の番組始まったね。いやこのタイミングで言うかって話やけど、いやあれちょっと寒気がするような配信なんかね、番組なんですけど、でもまあ藤葵ちゃん出てるから見るけどさ、まあ、皆さんも応援してあげてください。興味あるの？何それ面白いの？バーチャル料理人戦艦。多分バーチャル YouTuber 知らんおじいさんとかマジでテレビの前で凍りついてんちゃうかなと思って、そのね、お茶の間は。お気に入りは誰なの？え、藤葵ちゃん。藤葵。あいつ整形して興味なくなったわ。整形って言い方あんの？モデリングチェンジじゃないの？整形っていうの？755わかる。整形したね。そもそも年寄り向けじゃないからな。まあね。うちの実地はミクをテレビで見たときミクちゃん可愛いなって言ってた。実地すごいな。戦艦の代わりに幅広いな。YouTube に動画アップしとくよ。バーチャル料理人として頑張ります。ネギ、おお、ネギの下りから10分経過、ネギの処理時間長いな。あの整形って本当にあんなにお金かかるの？いやあれね、具体的な経費って機材と人件費だけでしょ。確かにグローバル、え、なんだ、クラウドファンディングか。クラウドファンディングの明細を教えてくれよな。わかる。できました。絶対に教えません。わら、あれです。手がかりは6000万かかったって話だよな。マジか。ぶっちゃけかかっても数十万ぐらいだろ。そう、絶対そう。それなんかあれやんな、あのだよね、デザイン料やな。ご飯炊けてます。よいしょ。安物のフェイスリブと勘違いしてねえか。よいしょ。はあ、よいしょ。完成です。けんちん汁です。あと、ね、鮭でもあったら最高やねんけど、美味しそう。焼き鮭でもあればな。大きさがけんちん汁じゃない。この変な汁も素材代数千円するんだから、数億しても不思議じゃない。2時3時のあれは多分安い。すごいでかい気がするけど気のせいかな。食べるのに2時間差かかりそう。もうすでに舌やけどしてます。これ顎出しで取りました。もうこんな時間。半分という恐怖。ナインが来ている。茶碗が小さく見える。誰から？ナインが手前にあるから大きく見えるんやで。親父からだった。茶碗とアスペクト比が合ってない。食べきるまで写してね。ああ。絆創膏貼ってあよ。パパ活？ブツベア可愛い言うとる？わら、彼女、パパ見てる？魚使った時点でけんちんじゃないじゃん。そうなんですよ。そこ知らなかった。今これ写真撮ろうと思ったらインカメで。親父からマイナス1点来た？お父さんが配信の感想かな？
倉さんかけたおっさんが映ってた今。食べよう。よし、こんな感じです。ちまきの顔だけはバーチャルにしますか。それ屋敷高原。そうしたいな。やっぱすごきゃね。よいしょ。今来た。なにこれまずそう。やめろ、来てすぐ罵倒すな。どんだけ時間かかったんだよ。大きさわかるからってご飯どけないで。よし、行きます。まずはもう、ね、ごぼうと人参と、ちょっとピントが合え。シンクの中がぐちゃぐちゃ。おいち、器のサイズおかしくね。ご飯との対比がすごいな。なんてようや。ダブルほぼふわら。あ、うまっ。うまい。うまいけどごぼうが怪我するほど硬いな。これごぼうが主張がすごいな。ごぼうのわらわら全然取れへんし。なんか味は二の次の大雑把な炊き出し感ありますね。絶対残すにスーパー戦艦くん、下茹でしてないの？スーパーヒトシか。ざっくりお味に切りすぎたんや。下茹でしてないな。あ、これあれやな、ごぼうのアクをこう、なんか出せきれてない気がする、これ。ごぼう飛ぶようにやってないのか。あ、やりましたよ、笹かき。ごぼうの香りがすごい。ごぼう入れすぎか、まず。自己採点お願いします。うまいよ、うまいけど、なんやろな、やっぱ醤油とみりんの味付けってなんかやっぱこうなっちゃうよね。3本。単純な味、煮る前にレンチンしたらよかったね。これホームレスさんたちでも半切れで食べ残すレベル。お餅食べて、全部肉じゃが味だぞ。そう、そう、肉じゃが味。肉入ってないやつ、肉とじゃがいも入ってない味。1本でいいね。アゴ出しどうですか？うん。アゴ感ゼロ。何やろな。入れちゃったしわけわからんよね。なんか肉は入ってないの。やっぱ味噌入れた方がうまいよね、絶対。元放り出したらええんや。戦艦様の料理やぞ。材料の味すごいしてそう。わら、うん、こんにゃくがでも美味しいね。うん、こんにゃくすごい美味しい。もうちょい味に深みが欲しかったね。そう、一口だけ味噌も食べてみよう。どうやったらこれ深み出んねやろな。味噌入れた方つまんで。ご飯、胡椒の風味なくなったな。だしですよ。こっちはどうなるの？こっちただの味噌汁やな。
やって米ちょっと取ってこうつけて食ったらうまいかもしれない。あ、こうやって食うのがうまいな。え？ご飯だけはうまそう。でも温まるな、これは。ええですわ。最高ですわ。最近もね、偏った食事多かったからね。ほんと減ってないな。わら、飯テロにならない料理配信、これ全然減るの？珍しいな。里芋くんやっぱでないっすね。お前、里芋どこ行ってん？あら、椎茸のこの下のこの、ここは切らなあかんな。歯触り悪いな。これ失敗やな。具の海に埋もれた。わら、軸は切るべし。石づき。あ、出てきた。そうそう、石づき。石塚。石づき取ってないの？完食するまで寝れまじゅう。うん。うん。里芋全然染みてへんわ、味が。料理下手なのに。中真っ白やもん。こだわるね。石づき入れたんですか？そこは食べないところだよ。次回に生かしましょう。次回まで覚えてるとは思えませんか。相変わらず学ばないな。やっぱでもけんちん汁ってやっぱあれなんやな。その汁物なんやね。主にはなられへんかな、これやっぱり。リベンジメニュー増やしてください。この料理見ると毎日食べてる料理にほんと感謝レベル。赤いのなん？は？大食い YouTuber の人は椎茸の軸のとこは細かく切って巾着の具にしてた。あー、それ偉いな。それが正解やな。汚ねえ。はい、ということでね、今日の採点しようか。それだけ見るとバカみたいな発言じゃん。食べるところ見てるよ。食べられる分だけよそいなよ。わら。またそれだわ。な、本当それだわ。この後いつものコンビニダッシュ。食い切るまで。コンビニダッシュ。投票開始しました。減ってない。わら。いや、めっちゃ減ってるから。本当に。申し訳ないが、食材は8割は減ってるよ。足りないな。料理人さんよ、今回は0点だ。配信前に何食べたの？そんだけ残してるのに採点でいいの？お残しは許しませんぜ。いい加減分量考えて作れるようになりましょうか。ちょっと残飯落ちしたけど。お椀買ってそれによそろう。あ、そうやな。全部食べるまでが配信です。めっちゃ残ってるんですが。今日は100点入れてあげた。ありがとう、ありがとう。それでマイナス1以外もらえると思うなよ。うん、やっぱこれあれやな、ご飯つけた方がうまいわ。盛り付けも美味しく食べられると確信した分だけ予想やで。インスタ映えは考えるな。わら、はい、昆布だしならな。投票の結果をお知らせします。めっちゃ伸びてる。あ、もうご飯その汁もマイナス1伸びてるな。最近ぐんぐん伸びてるやん。最近わらわら、いつも通り40。わら、40意外と多いぞ。40、20、追い詰めてんな。40点以下でなんと
9割、そらそんだけ残したら全体に沈殿してきたな。投票率59ね最近。今日は大失敗なく面白かった。やっぱもう投票すらできない人間がおるんやろな。ちょっとその僕の料理に対してごめんなさい。はい、ということで、あのね、解説するとおかずと飯のバランス、そうですよね、やはり食べ残しや処理の甘さだね。明日はですね、あのちょっと手打ちパスタとか作ってみようかなって思います。あの多分まあ失敗するでしょうけど、まずは手打ちパスタをちょっとチャレンジしてみようかなと思います。まあ金曜なんでね、あの値しない飯。まあ明日のね、まあ、パスタで見返してやりますよっていうことで、まあ今日の配信はここら辺で終わりたいと思います。チャーハンは1週間に1回やりますよ。明日は10時間くらい配信するのか。明日ちょっと早い時間にやるかな、仕事早く終わればですけど。はい、ということでありがとうございました。また見てください。よろしくお願いします。今さらパスタで失敗するとか初心者じゃん。あれ？その上着って楽天ですか？楽天じゃないよ。楽天柄やけど。楽しく見てるお湯です。寿司三昧。おはようございます。明日は美味しいの作ってや。寿司三昧。毎日ありがとうございます。寿司三昧。寿司三昧。出場はゴミ三昧。ゴミ三昧。言ってくれるじゃねえか。